地価の上昇変動率が最も高かった住宅地です。エスコンフィールドからの距離はおよそ900メートル。ここから屋根の一部が確認することができます。住宅地の上昇率全国ナンバーワンは北広島市共栄町1丁目の一角。上昇率は 30% で、去年1平方メートル4万6000円だったのが5万9800円に上がりました。要因はやはりファイターズのボールパークです。雇用と人口の増加が見込まれ、住宅地の需要が高まりました。この静かな住宅街はボールパークから徒歩数分。もともと地価が安かったこともあり、上昇率の1位から4位を北広島市が占めています。地価の上昇変動率が最も高かった土地のわずか50メートル先、ホテルや商業施設などが入る複合ビルの建設が進められています。商業地での上昇率も全国1位と2位が北広島市。1位の栄町1丁目は JR 北広島駅の西口の一角です。ボールパーク開業に伴う再開発で去年より 28.4% 上昇しました。盛り上がってるなっていう感じですよね。やっぱり楽しみですね。いっぱいお店とか楽しい施設とかできると聞いてるので。住宅地商業地ともに上昇率の全国トップ10は全て北海道が占めました。北広島市のほか江別市、恵庭市、千歳市など札幌近郊の町がランクイン。背景には札幌の地価高騰がありました。低金利政策というよりか金融緩和政策ですかね。札幌市の郊外でもちょっと値段が高くなってきちゃった。次に札幌周辺の利便性がいい地域、次に札幌周辺の利便性がやや劣る地域ってことになってるんですけど、今現在そこまで及んでるってことですよね。道内の住宅地で最も高かったのは札幌丸山浦山道沿いの一角です。トップ10には宮の森や山花など地下鉄沿線がランクインしましたが、札幌市内のこうした地価高騰で宅地の需要が札幌近郊の町へと広がっていったのです。一方、商業地の1位は再開発が進む札幌駅前の一角で、このほか大通り、すすきのでも地価が上がっています。